ドマゴイビダは、ユーゴスラビアオシエク出身のサッカー選手。クロアチア代表、ベシクタシュ JK 所属。ポジションはディフェンダー。初期、ビダは NK オシエクの下部組織を経て、17歳の時に同クラブのトップチームで初出場を飾り、デビュー年の2006から07シーズンに10試合に出場した。翌2007から08シーズンになると、定期的に出場機会を得て、 自身の能力を証明した結果、国内リーグ王者 NK ディナモ・ザグレブが獲得に、動くとの噂が立つまでになった。レバークーゼン2010年4月29日に、ドイツ一部のバイエル・レバークーゼンと2005年6月まで、契約を締結。レバークーゼンでの1シーズン目は、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11で8試合に、出場したものの、リーグ戦では2011年3月5日の、 VFL ボルフスブルク戦で負傷したマヌエル・フリードリヒに代わり14分から途中出場したこの1試合のみに終わった。ディナモザグレブ2011年6月14日に遺跡金非公開で NK ディナモザグレブと契約することが発表された。2012年7月25日に UEFA チャンピオンズリーグ2012から13予選2回戦のブルガリア一部 PF c ルドコレツ ラズグラド戦で98分に決勝点を挙げ予選3回戦進出に貢献した。2012年9月24日にカップ戦へ向かうバスの中でビールを開けたためバスとトップチームから追い出された。また事件前にビダとアンテチャチッチ監督と口論をしていたことが判明。事件の翌日1 0万ユーロの罰金が言い渡された。 ディナモ・キエフ2013年1月2日に遺跡金600万ユーロで FC ディナモ・キエフと5年契約を締結。2月14日に UEFA ヨーロッパリーグ2012から13の FC ジロンダンボルドー戦で遺跡後初出場を飾り、1週間後のボルドーとの第2戦でもオレグ・ブロヒン監督の下で右サイドバックとして起用されたが、 クラブは0から1で敗れベスト16進出を逃した。3月3日の FC クリブバスクリビーリフ戦でリーグ戦初出場を飾るの引き分けに持ち込まれた結果、2つ目の UEFA チャンピオンズリーグ2013から14、出場権獲得争いで FC ドニプロと FC メタリストハルキウに一歩リードを許す苦しい状態となった。リーグ戦。 出場2試合目となった3月10日の FC ボリン、ルーツイクをニから0で破り、2013年になってからの初勝利を記録した。ビダは最初の公式戦3試合で右サイドバックを任されていたが、同試合からシーズン終了まで一貫してセンターバックとして起用され、イエフヘン・ハチェリディとコンビを組むこととなった。3月17日の FC ボルスクラ・ポルタバ戦では、 試合開始早々に、アンドリー・アルモレンコのコーナーキックからのボールを、パブロ・レベノクと、GK セルヒードルハンスキーに競り勝ち、頭で移籍後初得点を挙げた。ベシクタシュ2018年1月3日、4年半の契約で、トルコのスユペルリグに在籍する、ベシクタシュ JK へ移籍した。1月21日のスユペルリグ第18節、アンタル・ヤスポル戦で、フル出場し、 リーグデビューを果たした。2月25日のフェネルバフチェとの上位対決では、遺跡後初得点を挙げた。定期的に出場した U-21 代表を経て、2010年5月23日にオシエクで行われたウェールズ戦でダリー・オセルナに代わり75分から A 代表初出場を果たした。3日後のエストニア代表戦では、先発フル出場を果たした。 2013年9月10日の韓国との親善試合で代表初得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップでは CB のレギュラーとして6試合にフル出場し最終ラインを支えたほか、準々決勝での開催国、ロシアとの一戦では延長戦に得点を決め、その後追いつかれて迎えた PK 戦では4人目のキッカーとして成功するなど活躍。 同国史上初のワールドカップ準優勝に貢献した2019年4月9日現在、ありがとうございます。